北海道ツーリングのルーティーン。北海道のツーリングに行って朝から夜までの動き。北海道3日目に入りました。3日目は浜頓別から野取岬に行きます。そして野取岬から美瑛に行きます。あ、鹿に会いましたよ。ほら鹿、ちょっとね逃げられました。まずはここ北見カムイ岬公園。あのカムイ岬じゃないんですよ。公園の方はカムイ岬を見る位置にある公園です。でもねここがねすごい見晴らしも良くて綺麗な海でした。ここなんですよ。ここね、北見カムイ岬。カムイ岬って他にもありますよね。でもこちらは北見カムイ岬です。北海道ツーリング、まあ早起きして走り始めます。自分はだいたいもう6時ぐらいから走り始めています。なんでこうやって日がね低い位置で、あの日の出が早かったですね。もう4時台かな日の出は。で夕方も19時ぐらいまで日がすごく長いです。で次に行ったのがこの場所。すごいでしょ。ここはですね、臼田部井千畳岩ってとこですね。ここです。浜頓別からちょっと南下したところにあります、臼田部井千畳岩。ここねキャンプ場もあるんですよね。この独特な岩の感じが綺麗でした。タンポポかなこれな、咲いてたな。向こう側がキャンプ場ですね。でまあとにかくですね、野取岬に向かって南下していくんですが、まあどんどん走るしかないんですよね。で6時から走ってますけど結構な距離行くんで、ずっと走らないとなかなか着かない、やはり広い北海道です。で朝早く走ってるんで、朝ごはんはお店がやってないんですよ。あのセコマで5時ぐらいからやってる店舗もありますし、もっと遅い時間からやってる店舗もあって、まあ、店舗自体はいろいろなんですけど、営業時間は通常の道の駅とかそういうところはやっぱりね9時過ぎじゃないとやってないんで、そこで失敗したことがあります。お土産を買うためにこの紋別に寄りましたね。この紋別の直売所、ここはねいいものがいっぱい売ってました。で本当は猿払のホタテが有名なんですよね、非常に。だから本当はホタテを買いたかった。でも道の駅も当然6時7時はやってないし、直売所もやってないんですよ。だからそこで買おうと思ったスタート地点では買えない。でここはサロマ湖の道の駅です。このお土産を買った丸海市っていうね紋別のところから、このサロマ湖のところまで走ってます。サロマ湖はね大きかった、すごく広大でしたね。でここでもやらかしてます。あの北照水産っていうホタテバーガーが有名なところがこのサロマ湖の近くにあるんですよ。ただそれを、まあ、通り過ぎてます。まあ、知らなかったわけじゃないんですけど、野取湖にとにかく行かなきゃいけないっていうところで時間があんまりないんですよ。北海道広いから、まあお昼ご飯はねいろんなところで食べれると思います。だからお昼ご飯はまあいいところを目指して行った方がいいですけど、全部食べようとすると結構ね移動しながらは難しいんですよ。今日の目的地はこの野取岬です。サロマ湖からもさらに1時間ちょっとかかるんですね。ここね長かったんですよ。
だからそこへ目指しつつ、で宿は美瑛にとってます。で野取岬から美瑛までもかなり距離があるので、そこを考えていくとなかなか泊まって休憩ができない。ここが野取岬のハイライトと言えるでしょうね。この海に向かって下っていくこの道が最高なんですよ。まあ、岬もいいんですけど、この道が最高です。この野取岬には何も食べるところはないので、やはりサロマ湖のあたりで何かを食べてから来るのがいいと思います。まあこの後にね、戻った時にまたお昼でもいいですけど、そうすると距離的にはもうちょっと近いところからスタートしてないとそれは不可能です。なのでルーティンとしては、朝起きてどこに行くか、どこでお昼を食べるかっていうのはしっかり考えておかないとなかなか難しいんですよ。で、スタートがやっぱり朝早いと、さっき言ったように朝飯は食えんということになります。今回の目的地、野取岬が終わったので、これから宿まで走ります。ここが長い。さすがにここは高速道路を使いました。ただここは無料の高速道路が結構あるんですよね、北海道ね。で、無料なので道路の状況は良くなかったです。穴が結構開いています。で、一本になることも多いし、こうやって時々2本になるんで、ここで追い抜いていく感じじゃないと時間が間に合わない、そういう感じです。で、やっと美瑛に着きました。ようやく着いたんですよ、美瑛に。この最高の景色に、まあ、ようやく宿のある美瑛に着きました。まあ、ルーティンとしては宿の夕飯に間に合わなければいけないんです。毎日毎日朝早く出てどこかいろいろ寄って、次の宿泊地の夕飯には間に合わないといけない。そうすると距離を考えないとなかなかうまいこといかないのは確かです。でもちろんあまり夜遅くに宿に着くのも、まあ、宿にも迷惑ですし、自身の体力的にも無理があります。やっぱり夕方ね、5時ぐらいには着くように計画をしたいので、そうすると走ってる時間の方が長いです。やっぱり北海道、やっぱり距離が非常にあるので、そこのルーティーンをしっかり考えて動かないと、体力もまあいろんなものを食べたり観光したりっていうのもままならないです。で、ルーティンとしてはもちろん撮影もしてますよね。皆さん北海道いい景色いっぱい撮りたいじゃないですか。っていうことは泊まって撮影したりっていうこともあると思います。それから観光地に寄ってバイクを降りて、で見晴らしのいいところまで登ってから撮影をするってこともあると思います。そういう時間も考えていかないと、やっぱりいくら距離がね伸ばせる北海道とはいえ、しっかりと一日のルーティーンを考えないと計画倒れになります。逆にこう時間が間に合わないと言って宿泊地やキャンプ場に急いで走っていくのも危ないですよ。危ないんで、そこは若干余裕を見た方がいいとは思います。
まあ、実際このね、今回のこのプランはね、余裕なんて全くないです。なので正直、のとり岬と最後美瑛に、これ宿ですね、ここの宿が良かったんですよ。そこしか今回は考えてないです。で、次は今度美瑛を堪能します。美瑛に2泊することになります。青い池とかこのラベンダーの丘に行きます。これも素晴らしいんで、次回もね、ぜひぜひ楽しみにしていてください。北海道のツーリングの1日のルーティーン、こんな感じです。だから距離を走る人はね、余計に綿密に考えないといけないですし、まあ細かく刻む人はそこまで考えなくてもいいとは思います。ポイントポイントをしっかり押さえながら動く、そしてそのポイントから、まあ、情報を得て時間修正を、計画をまた変えるっていうルーティーンは大事だと思います。絞れば絞るほどその自由度は高くなっていくので、まあ本当に行きたいところ、それから着かなきゃいけない場所、まあ宿泊先ですよね、そこは絶対に抑えて動くべきだと思います。それと食事ね、意外とない。あと重要なのはそう、ガソリンスタンドです。これね、結構重要です。自分はこのルートの時にガソリンスタンド、もうねギリギリでスタンドついたんですよ。しかしそこは廃屋がなかったんですよ。ってなって、あともうメモリが一メモリぐらいしかなくて、でスタンドのおじさんに聞きました。どっか廃屋ないですかって言って、そしたら、あ、この先のセブンイレブン曲がったところに NS はあるから、そこにはあるよって言われて、それで助かりました。その後もね、ずっとスタンドなかったんですよ。なのでスタンドがないルートもあるので、そういう意味でもしっかりと、まあ走行距離、お昼ご飯、ガソリンスタンドっていうのはちゃんと考えて動いた方がいいです。特に廃屋仕様の人は気をつけてください。